2月20日のケリヒメスイーツ。もしかしたら今日の動画収録中にギュイーンって音が鳴るかもしれません。今コーヒーメーカーでコーヒーを入れながら、その入れ待ち中に収録してるんですけど、なぜそんな時に収録してるのか。他のシリーズだったらまずやっていない。コーヒーの出来上がりまでの間にケリヒメ収録者を、それぐらい緩いシリーズでございますと。まずは討伐ボスやっとこ。でこの動画はおそらく19時台に投稿されてると思うんですけども、今日20時からまたアマンガスのコラボ配信がありますんで、よかったら見てねと。今日は俺がたまに主催でやるような企画系のネタ会なんで、アモアス部のネタ会ということで、ちょっと募集がかかってすぐに行くってね名乗り出て、まあメンバー入れてもらえたんで、大体は言葉縛りケースね。物理的な縛りもね、そのうちやりたいんだけど。前話に上がったなと、ペヤングアスっていうね、激辛系のペヤングを食べながらやるっていうね、よくわかんないのとか。もうタスクの手止まるよね、食いながらだと。あと昨日ツイッターでつぶやいたけども、サルグツはもしくは、ギャグボールを加えての議論もありかなと。だいぶ気持ち悪いことになると思うんで、おすすめですね。さあちょっと裏でやってる時に、謎の編集の方のアイテムは取り切ったんですけども、ただここはね、個数ものもあるんで、ゆるふわハテナを80個か。おゆるふわフォト。20個。これは行きたいね。ただまだ2個しか手に入ってない。装備アイテム系はなんとか手に入れたいところだけど、かかどとかは、あるかな。こっちはプレチ系、系だね。アイテムはないけども。あとは、他のチョコレート系とかも、達成報酬、だいぶ残ってるんで。とりあえず謎の編集やっとこうかな。謎の編集系は、来週とか増えたりするのかな。だいたいこの編集系って2個ワンセットみたいなとこあるじゃないですか。癒やし竜とドデカ竜みたいな魚のやつもね。だからこれも、これのドデカ系が増えるんじゃなかろうかっていう予想が。とりあえずこのステージ自体はそんなに辛くないのでいいですね。やっぱ俺が個人的に怖いのは反射系が嫌だね。反射系と、単純に敵の攻撃力高いやつは。ライフが削りきれない、間に合わないっていう系はね、編成によっては、なんとかなる、まあある意味パズル要素なところがあるけども、もちろんある程度の攻撃力は必要だけどね。さあコーヒーメーカーがコポコポいっている。そろそろ出来上がるかな。この4コマとんでもないな改めて見ると、配下の者が姫に対してスカートにとりあえずひょいなんでそんなナチュラルにめくったんだこいつっていう。そりゃ蹴られてもしょうがないわ。あ、ちなみに今日はカメラついてないんで、ちっちゃい川田さんもいません。昨日のちっちゃい川田さんは見つけられたかな大きさならまだいけるか。この左下の宝箱ぐらいのサイズにしておけばよかったかな。背景に同化してるぐらいに、ちょっと色味も変えたりした。今名探偵借りまくってやっちゃってるけども、助っ人の NPC で出てくる光属性のやつとか使っても楽にいけそうだね。特に今最新のちまき、名前が一瞬出てこなかったけど、いい感じに集まってきてるな。お、ちょっとなんだ音がブブ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 ブ
懐かしいな、こんな風に。おととびが起きるのは。レッツゴー。よし、とりあえず今日の動画はね、ある意味8時からの宣伝みたいなもんなんで。大冒険の始まりよ。あ、間違いだ。名探偵だとちょっと届かないか。お、コーヒーも出来上がったんで、じゃあこのステージが終わったら、終わりにしようかなというあたりで、そうはいかずここで終わりにします。すぐコーヒー飲みに行こう。あえてステージクリアまで行かせないというパターンで。ということで、また明日。